田村さん今回もよろしくお願いいたします。イベント編でございます。だって名札ついてるもん。はい、日本シャフト栗原と言います。よろしくお願いいたします。しかもこのロゴがいつもと違う。あ、本当だ。これ用、これ用です。今日のために作りました。で、今日はですね、はい、日本シャフトおかげさまで65周年。65周年。はい、歴史長いんですよ。俺より年上だね先輩と呼んでくださいで、鹿野松さんにはアメリカでも、うん、イベントご協力いただいたんですけれども、はい、こちら日本に戻ってきて、今回 NS オープンという名前で、65周年記念のイベントを、こちらザ・カントリークラブジャパン様でやらせていただいて、はい、こういうイベントって初めて、はい、初めてですね。一般の方をこうお招きしてっていうのは初めて、うん、でも今日のイベント、はい、確率が20倍なんです、はい、20倍。で、そうなんですよ。ご参加無料で、うん、事前に応募募集をかけさせていただいて、だいたい3日ぐらいで100何人応募いただきましたって、はい、で最後締めてみたら600人これは、はい、もう感謝しかない。もう本当にありがたいですね。で、うん、本当にその65周年、65ってなんか中途半端な感じもあるんですけど、うん、今年実は、モーダス2009年、うん、15周年、うん、で 950GH が1999年なので25周年、いろんなこうアニバーサリーが重なって、ちょっとまあ65っていうタイミングなんですけれども、ぜひ今年一般のゴルファーの方に恩返しをしたいということで、うん、企画をさせていただいて。これさ、でもそんなに募集をかけて、はい、来てもらえるんだから、はい、毎年やればいいじゃん。うん、頑張ります。だってそうしないとさ、これね、作ったんですよ。今日しか使わないでしょ。そう、今日実はね、来ていただいたお客様にクラブ問診、はい、シャフトだけじゃなくていわゆるクラブセッティングっていうものを我々スタッフが見させていただいて、でここちょっとあたる違うの試していただいた方がいいですよっていうアドバイスだったりとかっていうのもやらせていただくので、うん、それの、まあ、アドバイザーというか、はい、そういう立場で鹿野松さんにお願いしてるんですけれども、興味持っていただいた方はぜひコメントに、いやこれ俺も受けたい、参加したいっていうのがあればコメントいただければ。では鹿野松さん、今日一日よろしくお願いいたします。お願いします。皆さんおはようございます。日本シャフト栗原です。今日本当に天気悪い中、僕も直前までキャンセルしようかなと思って楽しく一日過ごせたらいいなと思ってます。なんか悩みとかってありますか、セッティングで。例えばドライバー変えてフェアウェイウッド当たりづらくなったとか、ユーティリティ難しくなっちゃったとか、そういうのがあればその辺ちょっと見せてもらって、ちょっとアイアン、ゴアール、ウェッジが850、なんか悩みとかってありますか。シャフトでいうと、ちょっとこれ2つシャフト、はい、違うやつ試してみたいのと、うんうんうん、これがちょっとあまりなんか当たりづらいとか、うん、アイアンと得意な番手何球か打ってるの見せてもらって、あとドライバー UT 見せてもらって、で、あとで、このシャフトを試してみてくださいっていうのをお勧めするんで、あっちのシダで、はい、試してもらうような感じで、はい、お願いします。
左引っ掛けのミスって結構出ますか？そうでもない。たまにですね。全体的としては。はい。スライス。スライス系が多い感じですか？この間ちょっとスライスでちょっと悩んでて封印してたんですけど、バルカムスにしてからあんま曲がんなくなって使えるようになりました。了解です。ちょっとドライバー打ってみてもらって。おー、ナイス。これね、多分アイアンをもうちょっと重くした方がいいかもしれないんですけど、ちょっと UT も一回見せてもらって、うん、ミスするとしたらどんな感じのミスが多いですか UT は。でもなんか左右に触れちゃう、狙ってるところよりバラつきが多いって、はい、あ、了解です。特にこれが、はい、なんかアイアンみたいに、うんうんうん、なんか思ってる風に返ってきてなくて、なるほど、わかんない状態だった。はい、重さ的には今このドライバーの流れからいくといい感じなんですよ。ただちょっとシャフトが硬く見えるっていうのが一つと、あとアイアンのシャフトも同じ 50g 台で重さが同じなんで、アイアンがちょっと軽く感じて、ユーティリティが重く感じて、で無意識のうちにやっぱりちょっと重く感じるから自分でこう少し手を使っちゃったりとか、いいあのリズムが崩れちゃってる感じがあるんで、アイアンをこれ50なんですけど、あとで 60g とか70のスチールシャフト、こうバルカヌスみたいな感じでしなるのがあるんで、最初もうちょっと重いのもいいかなと思ったんですけど、多分これ重くしちゃうとアイアンを2段階重くしなきゃいけなくなっちゃったりするんで、ちょっとバランス崩れるんで、アイアンを少し重ための 10g ぐらいかな、重めのスチールにしてもらってしならせてあげると多分いい感じでは使えると思うんで、そんな感じで多分試してもらうといいかなとは思います。うん、ラウンド中って今の球と左に行っちゃうのとどっちが多い？今のが多いです。あ、ナイス。やっぱ振れるよね。ちょっともうちょっと動き抑えた、いきなり素振りしないでいいんで、これ3球ぐらい打ってみてもらっていいですか？今の動き抑えた、これパッて打った時にどんな印象ですか？当てやすさ感じます。ああ、球強くなる。で、今ずっと打ってて、でちょっとヘッドの特性が違うので余計そうなんですけど、同じタイミングで打ってて球がちょっと右行ってるじゃないですか。だから逆にずっとあれになったら、あ、もっと捕まえていいんだなとかって自分でイメージできるじゃないですか。はい、逆に言ったらもうちょっと重くてもいいぐらいだもんね。ちょっと軽いかもしれないね、うん、ご自分で思われてるよりかなりここのさばきが早くて強いです。ここ特にこの辺ですよね、うん、ここでだから、好きな人だったら105のアルとか行っても全然打てちゃうんじゃないかぐらい、これ逆にモーダスだからもっともっと先端が硬くなってるんですけど、それとかを打っても多分持ちこたえてくるね。はい、だから硬いと思うとどんどんこうやって力入れ始めるんですよ、ちゃんと。で、人間って面白くって重いもの持つ時って重いもの持とうってやるじゃないですか。で、軽っと思うとその分しか力入れないんですよ。だから持ってるクラブの分しか力入れてないんですよね。もう楽にシャフトを仕事させるの覚えちゃってる。そうそう、だからここでタイミングをそのシャフトに合わせてゆっくり振ったり力抜いたりしてるから。
山さん、ありがとうございました。どうもないです。楽しかった。楽しかったですね。なんかね、やっぱこういうの楽しい。で、普段の試打会と違って、うん、普段もそうお悩みなんですかっていうのは聞くんですけど、うん、その時間って割と短くて、うん、打ってもらう時間が長いじゃないですか、うん、普段の試打会って。この最初のディスカッション結構しっかり時間取れたんで、うん、すごくあの楽しかったし、あ、一般のゴルファーの方ってこういうこと知りたいんだなとか、こういうこと悩んでるんだなっていうのが割とイメージできた回でした、うん、あとは、はい、やっぱりあの今回もセットで試打するときにクラブ持ってきてくれて、うん、で打ってもらってたから、うん、より話しやすかったです。そうですね、確かに普段の試打会だと、うん、例えばまあドライバー1本だったり、うん、アイアンだったりで、うん、でこれよりとかっていう話してくれる方多いんですけど、うん、もしくは何もなくてどれがいいかってなるじゃないですか、うんうん、それよりも今あるのが分かった上での方がより深い話はしやすいんで、うんうん、確かにそうですね、うん、やりやすかったな、うん、なんかこういう試打会でもこういう問診形式とか、うん、もしそれだけっていうのも企画してもいいかもしれないですね。だからちょっと時間を長めにとってクラブ持ってきてもらって、うんうん、でまあいろいろ相談に乗るっていうのは、うんうんうん、やりたいな。そうですね、うん、割と今回だからうちのスタッフなんかも、うん、シャフトだけにこだわらずヘッドと組み合わせてクラブで、うん、なおかつセットで見てあげてねっていうので、うん、見てあげようねっていうのでやったんで、すごく勉強になったし楽しかった。